皆さんどうも、P1 です。今回の実況では100人マリオチャレンジやっていきますよ。マリオメーカーを持っているユーザーの方々が作った世界のコースをこの100人のマリオでクリアしていきたいと思いますので、ミスは許されない。確実にクリアするんです。やっていきましょうよ！初めからじゃポケコラ！ほう！ 8 ステージ。100人でクリアするんです。ピーチ姫がさらわれた。オーマイゴーシュ。このビッチ毎回やないけ、お前。2匹でさらわれるってどういうことだよ。ねえ。もっと大勢で来るもんだけどね。姫さらいに来るときは扱い雑だな。よっしゃ、ステージ1。やっていきましょう。どのステージだ？おー、これ海外の方が作ったステージだね。100人いますよ。よっしゃ。もう俺はね、この100人すべてでクリアするからね。すべてでというか、え、なにこれ？え？落ちたら確実に死ぬよね。こっち側行ける？いけないね。とりあえず試しにイカ落ちてみようか。わーい！おわー見ちゃった！うわ、シャクリもいたし、危ねえ！ほほほ！危ねえ！なんちゅうステージ作っとんねん！おお、危ねえ！危ねえ！セーフ！はい！踏み潰す！ノーいきなりクソみたいなミス、ありがとう。あ、結構ミスってる人いるのね、あそこで。罰ボタンめっちゃあったね。いやいや、これ分かったよ、分かった、ほんと。もう怖さはないよ、正直。ここで分かったから。1回目で。お、ダメ。ここに落ちちゃダメ。よし、キノコかも。あ、キノコそっち行っちゃった。キノコかも、キノコかも、キノコかも、キノコかも。レッツゴー。ドゥドゥドゥ。おー、なんかで、キャラ変わった。なんだ？え、これゼルダのあれじゃないの？これ何キャラクター？ちょっといまいちよくわからんが。なんか変なキャラクターになったね。マリオじゃないやつになったよ。あのおっさんどこ行ったんだ？マリオ存在価値なし？オッケー。ハテナキノコだからね、何が当たるかわかんない。何のキャラクターになるかわかんないんだよ。オッケー。お、ピカチュウ！マジで？ピカチュウあるじゃん。ピカピカですよ。レッツゴー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 。トゥートゥートゥー。よっしゃ、ピカチュウでやっていこうよ。これ技とか打てないの？あ、打てないんだね。オッケーオッケーオッケー。おう、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 どけ、どけ、の、ダメー！ピカチュウどっか行ったー。おっさん出てきたよ、またこのおっさん。ドゥルルルルル、む、おう。これ、むずいね。適当に進んでる。あ、でももうこれ結構クリアするとこまで行ってんじゃないの？いい感じだよ。キノコかも。1アップキノコか。1アップキノコありがとうね。100人マリオ中だけど、1アップキノコで命を増やします。あ、もう増やせない。99個になってるね。しゃ。で、スターがどこかに行ったよ。あ、出てきた、出てきた、カモ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 、終わった。はい、挟まれた。はい、ゲーム終了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 。カモ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 、な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 、降りてくんな、降りてくんな、降りてくんな。あ、スター来た、スター来た、スターかも、スターかも、スター来たらいける、スター来たらいける、スター来たらいける、カモカモカモ。あ、上からジュゲームもいるし、ジュゲームがなんか投げとんですけど。あかん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 。あかんかん。投げんな、投げんな、投げんな。もう一回当たった死ぬ。また一回当たった死ぬ。スター、スター、スターかも、スターかも。スターどこ行った？もう一か八かスター取りに行くか。ノークソみたいなミスありがとうございます。難しくはないと思ってるんだけどね。ちょっとボンミス多め。危ない。ゴリ押しで行く。ドゥ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 。こんなとこでね、いきなりミスってられないんだよ。お、またピカチュウになったよ。ピカピカ。ピカピカ。レッツゴー。おー、リザードンにもなったね。リザードン。リザードン。まあ、リザードンになったからといって別になんか特殊能力を得るわけではないけどね。ドゥルルルルル。の、の。カモン。次は何に変形する？カモン。何？あ、ネスか、これ。ネスだね。お、また変わった。これなんだ？何これ？なんか、進撃の巨人みたいな服着てるけど、来た！トゥトゥトゥルトゥトゥルトゥ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 ルトゥ、ソニック来たよ！トゥトゥトゥルトゥトゥルトゥ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 、おー、気持ちいい！気持ちいい！レッツゴー！レッツゴー！レッツゴー！ドゲイ！クリア！オッケー！ソニックでクリアですよ！1アップ1アップ、あー、命がまた100戻ってしまった。せっかく失った命がね。ステージ1クリアだ。うん。100人マリオのあるステージで、正直、キノコ来るのってちょっとずるいよね。ずるいけどまあいいや。本来なら何回かミスしてるんだけど、また命戻りましたよ。お、また来たよ。リップ岩田。岩田っていうのは、あれだよね、任天堂の、ちょ、亡くなった方だよね。か、社長だったかな？かも。岩田。書いてるよ、岩田。ん？
意味はさラブ、ただただ流れていくだけ、ただただ僕は流されてます。うん。おお、ここで来てたくさん来てるね。でも外側歩けばいいだけじゃん。え、これで終わり？終わりましたね。1アップまた命がたくさん増えたよこれ。もう増えなくていいよ、100人マリオチャレンジ中なんだからさ、それ制限してほしいわ。これはどうやら亡くなったね、7月でしたっけ、岩田社長が亡くなったんだよね、任天堂のあの方が好きな方が作ったステージになるんですかね。プレイヤー側としては楽しめる要素ない。ただ動くだけ。全自動マリオバージョン3、何それ、何全自動マリオって。よっしゃ、うわ何このステージやばそうだな。オッケー、進みよ。オッケー。わ？わ？わ？おお、ノーじゃねえよ。待って、何これ、激ムズステージ来たんだけど。全自動マリオバージョン3、やばいぞ、これ。しゃ、とりあえず進んでいこうか。はい。はい、行こう、ゴー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 、ゲームオーバー。何これ。何これ、みんな一つ言っていい？難しすぎる。なん、全自動マリオって聞いたことあるんだけどな、スーパーマリオメーカーで。確か、プレイヤーが動かさなくてもなんか勝手にクリアできるやつじゃないの。あ、これ分かった。これボタン押すんじゃないの、このね。ん？ボム来てんだけど危ない。あ、そういうこと。あー、はいはいはい。分かった分かった分かった。これプレイヤー動かさなくていいやつだ。そういうことそういうこと。見ててみんな。これあるんだよ、こういうステージ。前も見たんだ、俺。うん。これ見てて。プレイヤーも何もしなくていいから。ちょっと時間経てば勝手に動くから。うん。はい、見て。ほんで、これボム兵来るでしょ？ほんで、これで破壊。ほんで、はい、こうやって、こういうステージ。一つのアートですよ。これすごいんだよな。前もどっかで見たわ。この人が作ったステージじゃないとこだったと思うけど。よく止まるな。ふはは。ドゥ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 、バーンバーン。あれはこうやって進むのね。オッケー。スーパーマリオメーカーこういうステージたくさんあるからね、いいねとか評価めちゃくちゃもらってるよね。これすごいんだ、これ作るのね。よし、ここでよし。もう僕は何もしませんからね、今 Wii U のゲームパッドはもう放置してますから。ドゥ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 、あぶねえ、ギリギリじゃねえか。ちょ、うわー、すごいぞここすごいね。はい、これでクリアとなるわけですよ。全自動シリーズね、いろいろな方がマリオメーカーのこのいろんなユーザーが作ってますけど、プレイヤーはもうプレイすることなく、こうやって全自動でいけるっていう感じですね。ただ100人マリオのステージには向いてないよね、絶対。OK、 4ステージ目いきましょうよ。ちょっとプレイすることなくですけどね。お、これも海外の方がまた作った方ですね、ステージだ。お、何これ、何これ、いきなり何これ、嘘でしょ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 、ね、いきなり何これ、完全難しくない？ NO！ NO！ もう一回いこう。ドゥルッドゥ、キノコキノコ、このキノコ毎回取るのミスるんだ。 OK、 レッツゴー。ほんですぐちっちゃくなるっていうね。あ、これ上乗れってか。あ、そういうことね。あ、これもまたちょっと全自動系かな、乗っていく感じ。オッケー。全自動じゃないね。プレイヤーが操作していく感じだ。オッケー。このドクロを乗ってうまく操作していくんだ。レッツゴー、レッツゴー。トゥットゥルットゥ。トゥルルルットゥットゥットゥルットゥ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 。誰の骸骨だよ。オースター来たよ。取れない。あー、もうなんちゅうミスしとんね。なんちゅうミスを繰り返すつもりだ。まずこれ、すぐキノコ来るから。はい、これ取って。ドゥドゥルッドゥ。あ、ジュゲームは、え、なんで今ジュゲームに当たって上から当たったのダメージ食らったんだ。 What？ ジュゲーム上から埋めば倒せるよね。今倒したよね、こんな風に。ドゥルルルッドゥドゥドゥ。もうミスらないからね、さっきはボンミスだ。あ、誰のドクロだよ、怖いんだけど。乗って大丈夫？失礼に当たらない？よし、
ッケー。ドゥドゥドゥ。あ、あ、落ちちゃった。いや、もう落ちていいんだ。ゴリ押しでいこう。はい。ドゥ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 。下にはこんなのがひっくり広げられてたんだ。気づかなかったわ。ドゥ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 。ダメ。止まる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 ことを覚えちゃダメだ。オッケー。ゴー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 。行くぜ行くぜ。俺はゴリ押しで行くぜ。カモンカモンカモン。レッツゴー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 。全部倒す。レッツゴー。レッツゴー。レッツゴー。あ、ああ、ここでミスるんかい。ここでミスるんかい。クソみたいなボンミスありがとうございます。あ、下ではあんな風になってたんだ。気づかなかったわ。下の状況わからんかった。上から行ってたからね。これ下から間違いなくいけないよね。わかったわかった。クリア方法わかったよ、あれ。あそこでちょっとボンミスしちゃったけど。終わったね。終わった。おーおー、いけるわ、いける。あの、で、で、お、お、お、クモン乗ってる。クモン乗ってる。はい、はい、はい。はい、キントームです。これ僕のキントームです。あ、これ簡単にクリアできるわ。ああ、これこう見つけてもうた。あ、もうこれ、これあとこうやっていくだけですよ。あ、ここで終わるんか。え、ドゥ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 。カム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 。まだまだ行くぜ。まだまだ行くぜ。ここだ。さっきミスったん、ここ。こういうボンミスあるからね。オッケー。はい、これでクリアですよ。オッケー。あ、なんか連れて行かれた、今。ステージ4。ほんとなんか、オリジナリティのあるステージが多いね。面白いステージ多いよ。ただ、100人マリオチャレンジとしてはどないやねんっていうね、あの、緑キノコが多いから、体力無限に増えていくんだよな。失敗しても結局その分また増えるっていうね。お、これは日本のユーザーが作った方ですよ。ユーさんが作ったステージだね。何これ。いきなり変形したんだけど、頭にトゲついたんだけど、なにこれ、おわわ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、イカがたくさんいるの、なにこれ、なにこれ、なにこれ、ダメージただただ食らってるだけなんだけど、グッバイ。ははは、なにこのステージ、なにするの、なにをすればいいのかわかんない。オッケー、あ、これで飛んでいくんだな。プロペラマリオを利用して飛んでいくんじゃないの。頭にプロペラついてるから飛べるとかそういうのじゃないの。の、の、降りて、降りて、あが、あが、こんなとこいたらまたダメージ食らう。の、の、もうゴリ押しでいこう、ゴリ押しでいこう。のー、いけないんですけど。え、これプロペラあるからプロペラで飛べるってことだよね。そういうことじゃないの。全然どこ押しても飛ばないけど。頭なんか装着されてるし、毎回。あ、こうやってやったら飛べるんだ。で、今どうやったんだ。今どうやったら俺飛んだのかわかんねえや。あ、プロペラ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 またかも、プロペラ、よこせ。なんで落ちる、なんで落ちる、なんでこんなミスをする。ちょっと待って、今どこ押したらプロペラになったんだ。プロペラ今飛べたよ。オッケー、やめろ、頭にトゲを作るんじゃない。オッケー、あ、わかったわかったわかった。あーの、ここでミスるんかい。あかんあかんあかん、あかんあかんあかん、あかんあかんあかん、あかん、プロペラよこして、プロペラよこして、じゃないと死ぬ。あ、当たるの、当たるの、当たるの、ギリギリ回避してくれてる、ありがとう。ギリギリ回避してくれてるね。でもこれ確実に死ぬよね。上がった瞬間、あ、ダメだよね、これ。ね、ギリギリ回避するならもう当たってきて、よろしく。いけないね。もういいや、ダメージ食らおう。ゴリ押しでいく。ゴリ押しでいく。ゴリ押しでいく。ほら、ほら、回避できた。と思ったらまた来るんかい。また来るんかい、お前。また来るんかい。の、ダメ。オッケー、ここはプロペラを利用していくステージなんだけど、俺が下手くそすぎて、どこでプロペラ使うのかわからなかったわ。オッケー、ドゥドゥドゥ。カモン。ノー、また食らっちゃった。ダメだ、やり直しだ。待って、これ地味にむずいんだけど。一回でもプロペラなくなったらその場で終了だからね。絶対クリアするぞ、俺は。オッケー、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 ダメ、ダメ。ダメ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 、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。ノーノー、プロペラ、キノコキノコキノコ、そこにある、キノコよこせ、キノコよこせ、キノコよこせ、キノコ。ガー、まただ。もう何なのこのステージ、何なのこのステージ、意味がわからないんですけど、意味がわからないんですけど、何これ、何このクソみたいなミス。楽しくない、俺が下手くそすぎて。わかった。あー、甲羅が抜いた。わかってないね、全然。なんでわかってないのをわかったって言うんだろう。バカだからかな。いやいや、ひどいね、ちょっと俺。この頭のトゲトゲところを、だから。体調不良かな。なんでこんなクソみたいなミスを繰り返すんだろう。バカだからかな。バカだからなんだよね。間違いないね。この頭のトゲトゲを利用してこうやって倒すんだ。オッケーオッケーオッケー。カモン、集まれ集まれ集まれ。みんな集まろう、動物の森。ここで抜くんかい。今の何判定だい。え、
なんか飛べない時と飛べる時あるんだけど、それなんなの？あの、無理でげすね、これ。無理でげすね。何回やっても同じことの繰り返しですね。あの、プロペラマリオの活用法がいまいちわかんねえんだ。だって、スーパーマリオ U やったことねえんだもん。オッケー、レッツゴー。オッケー、オッケー、カモン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 。ダメ、ダメ、ダメ、ダメ。よし、あ、クリアした。終わった。長かった。危ねえ。ようやくですよ。で、また1アップするからね。これ向いてないんだよ、100人マリオ。だって命増えるんだもん、どのステージでやってもね。100人じゃなくてもう10人でいいと思うけど。さて、残るはあと3つのステージでクリアですよ。パックマン、海外の方が作ったステージだ。パックマン？もしや、この、これを取れば。おー、パックマン！レッツゴー！来たよ！眠てき、ダダ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 。新鮮すぎるね。マリオのステージをパックマンで、プレイしてるっていう。おー、気持ちいい！レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー！おー、これでクリアか！いいじゃない、パックマンステージ。おー、BGM もちょっと変わってるし。うわ、新鮮だな、このステージは。でも簡単だった。簡単だった。パックマンで無双するステージですね。さて、残るはあと7ステージですよ。ちょっとね、ステージ5で苦戦したせいでね、プロペラマリオの活用法がいまいちわからなかったせいで、ぐだりましたが、残るはあと2ステージ。おい、なんだこれは？なんだこれは？なんだこれは？ちょっと待って、スターを取るってことね。海中、海中、海中、スターカモ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 。はい、トゥトゥルトゥ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 カムカムカモン。あれ、一つ峠を越えたんじゃないか、これ。もう終わり、これで。え、終わった？なんか下でなんか繰り広げられてると思うんだけど、あれ、これもしかしてもう終わったパターンですか？俺、上来たからもう完全にクリアできたパターンですか？上何か障害物的なものはないのかい？お、スターがたくさんあるぞ。取っておこうか。はい、ドゥ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 。お、スターだらけ。何これ？スターステージ。おう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 。おうおうおう。おう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 。スターがたくさんあるからさ、スターがたくさんあっちゃうからさ、敵全く脅威なしだけど。敵というかもう、俺が敵になってるよね、完全に。海の平和をおびき明かすもの。ねえ、無敵状態入ってるよ。で、1アップキノコも大量にあるしね。お、ダメだ。ここでスターが切れた。また来るでしょ。おー、敵を回避していかないと。オーマイガー。あ、これでクリア？マジで？クリアしましたね。なんなのこれ。なんなの。100人マリオ、これ絶対向いてないでしょ。面白いステージであると思うけどね。さて、最終ステージになりますね。世界のユーザーが作ったステージで、最終ステージ。うわ、なにこれ難しそう。すごい英語書いてるよ。これも海外の方が作ったステージ。は？クッパになったよ。これも自動だ。自動マリオシリーズだ。これも海外の。これ見て、俺も何もプレイしてないからね。すごいよ、これは本当に。どうやって作ってるのか知りたいけど、100人マリオには絶対向いてないステージだよね。おう、おう、ザイパティタイム、レッツゴー、パティタイム、ヘイパティタイム。いや、いいんだけどね。いいんだけど、それよりさ、100人マリオは？あ、終わったね。ドゥルルルじゃねえよ。どこ行くんだ、クッパ。終わった。終わるんじゃねえよ。なんで最後の最後、全自動シリーズが来るんだ。はい、皆さんもこれで、あ、初めての100人マリオの実況、これで終わりですよ。クッパじゃねえか、お前。わ、クッパ。わー、ピーチ姫は別の城に連れ去られたのに。それはびっくりするわ。マリオどこ行ったんだ、お前。スーパーマリオメーカーつったよな、このゲーム。マリオがいないゲームってなんだよ。はい、今回プレイしたステージはこちらになりますね。ちょっと全自動シリーズが2つあったのでね。まあ、100人マリオ的には、100人マリオ的には盛り上がる展開ではなかったよね。すごいオリジナリティのあって、ステージはたくさんありましたけどね。はい。何？おいでよ動物の森風子。はぁ、あ、はてなキノコで、あー、そうなんだ。これでできるんだね。
そういうこと、そういうこと。はい、というわけで今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。ぐだぐだ申し訳ないね。本当最後の最後は自動マリオシリーズでちょっと、拍子抜けというかね。え、それおかしくない?となりましたけど。次回もね、人気のあるステージや、そして100人マリオチャレンジをプレイしていきたいと思いますので、このようなぐだぐだにはもうならないと思いますので、次回もまた見てね。じゃあ、グッバイ、また会おうぜ。